こんにちは、シエル、メイルです。キラナガーデン豊洲に遊びに来ました。キラナガーデン豊洲は都内最大級のバーベキュー施設で、海が見え、レインボーブリッジが望める景観。バーベキューをしなくても併設されているレストランで食事をすると、このドッグランを使用できます。そこまで広くないにしても自由に駆け回れ楽しめます。メイルは特にここが大好き。ビビリなので他のワンちゃんにドキドキすることなく過ごせる日が多いからです。平日は本当に空いていて、他のワンちゃんと遊びたい。シエルには物足りないみたい。ドッグランに入る前にレストランクレアのスタッフさんに、20分くらいしたら食事に来ますねと声をかけておきます。土日は混むので予約をした方が良いのですが、平日で少人数ならすぐに案内してもらえます。レインボーブリッジが見える大きな窓。メニューはコースからアラカルトまで、ワンちゃん用のご飯もあります。シエルたちにサーモンのグリーンソース、自分用に極みバーガーを注文しました。セットのドリンクが来ました。シエルたちの食事は半分にしてくれてあります。シエルはカートで、メイルは膝の上でいただきます。お店では決まりがなく、ソファー席でしたので、ソファーで敷物を用意していただきました。メイルは膝の上が好きなので膝でご飯、飼い主は外が気持ちよかったのでテラスでいただきました。広い敷地内はどこでも写真が撮れ、ワンコは外ならソファーにマットなしで座れます。それも嬉しいポイント。旅行に来たような気分になれる空間。グループでバーベキューしている人たちが5組ほどいたのですが、一人でワンちゃんと食事をしている女性やワンちゃん連れのグループが他にも2組ほど。こちらではキラナワンワンデーというのがあり、ワンちゃんと飼い主が楽しめるイベントがあります。他のワンちゃんが苦手な子の場合は平日、他のワンちゃんと遊びたい子の場合は土日やワンワンデーに来るのがおすすめです。こちらのスペース以外に室内でもバーベキューの予約ができます。ワンちゃんの入れる個室もあり、個室ではワンちゃんが自由に遊べるので、グループで来ると楽しいですね。散々遊んだワンちゃん、飼い主からおやつをもらおうとお座りしていい子しています。メイルがこれだけ動かずいるのは安心している場所ということ。不安だとお座りしても落ち着かず動いてしまいます。いつもそんなにいい子だといいのに。今回キラナガーデンに来たのは4回目になります。お気に入りの場所ができてよかった。ちなみにキラナワンワンデーで誕生日の月の子は風船がもらえます。楽しいので近くのワンちゃんはぜひ行ってみてくださいね。よかったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。